皆さんはじめまして、先端恐怖症と申します。今回は、初心者におすすめのキャラ、初心者が使うべきキャラっていうのを紹介していこうと思います。前回シーズン5の段階で、おすすめのキャラっていうのを紹介したんですが、環境もかなり変わって、武器も変わって、レジェンドもね、アップデートが入りましたので、改めて初心者さんにおすすめのキャラ、使うべきキャラっていうのを紹介しようと思います。まず今一番おすすめなキャラは、こちらですね。ブラッドハウンド。ブラッドハウンドがどのくらい強いかっていうと、もう大会でもうガチパーティー、もうこの中から3人選んでくださいって言われた時に、じゃあ、ブラッドハウンドにしようって結構言えるくらい強いですね。積極的に採用されるぐらい強いし、大会でもブラッドハウンドを採用してるパーティーってのも結構多いですよね。でも強いので、初心者にもおすすめですし、そのままずっと最後まで使うこともできるので、卒業すべきですよってタイミングもないので、現状としては一番おすすめと胸を張っているレジェンドとなりました。ぜひブラッドハウンドを使ってみてください、最初は。はい。ブラッドハウンドは前回のシーズン6のアップデートで、アルティメット中のスキルのクールタイムっていうのが大きく変更されました。それが大きな点ですね。アルティメットを使用してる時のスキャンがですね、5秒になりました。じゃあ、6秒になったのか。インメットなしだと6秒になりましたね。で、この敵が見える時間が4秒と。ほぼほぼ2秒ぐらい敵が見えない時間が続くって感じですね。だからもうほぼほぼずーっと敵が見えるという状態になりますね。これがかなり強いですね。上手い人っていうのは、レイスがどこにいるとか、例えば、レイブナンとかどこにいるとか、把握するのももちろん上手いんですけど、それを報告するっていうのもめちゃくちゃ上手いんですよね。で、このブラッドハンドっていうのはもう報告なしで、もう脳死でこれを使うことによって、どのキャラがどこにいて、どんなことをしてるのかっていうのまでわかります。一番大きいのは、回復を巻いてるとか、レイスが回復巻いてるとかがわかるのがでかいですね。それから孤立してるのがどのキャラかとかいうのもわかりやすい。狙うべきキャラがどれなのかとか、狙いやすいキャラがどこにいるのかとかいうのが分かりやすくなるので、これはかなり強いですね。以前にもね、この敵ピンが強いとか、この攻撃するピン、防御ピンっていうのは積極的に、3人、VC を繋いだ状態でも、積極的にピンっていうのは使うべき。この他の人にも視覚的に分かる情報っていうのを積極的に使うべきっていう話をしたんですが、これはもう、スキルを使うだけでもう全員に貢献できるということで、かなり強いとな、強いレジェンドと、なりましたね。アルティメット中のスキルっていうのもかなり強くなったんですが、もう一個調査ビーコンっていうのがありまして、次のエリアっていうのが分かるようになりました。もともとはね、パスファインダーしか、これですね、リコンってやつですね。調査ビーコンをスキャンし、次のリングの場所を特定する。これはもともとパスファインダーしかできなかったんですね。パスファインダーの一番強い部分っていうのが、このリコン、調査ビーコンを使えるっていうところだったんですよ。なので、結構大会とか、スクリームとか、そういう、ランクマッチとかでもパスファインダーを採用するっていう、ガチ勢の方っていうのは、この調査ビーコンの強さっていうのを熟知してるからこそパスファインダーを選ぶっていうパーティー結構多かったんですよ。で、それが今回、ブラッドハウンドとクリプトも使えるようになりました。ブラッドハウンドの強化で一番でかいのがやっぱここですね。バトルロイヤルゲームで次のリングが分かるっていうのは、他のパーティーよりもより行動が早くできるわけですね。で、行動を早くして、さらにそこでまた次のリングを特定すると、もうどん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 他より早く早く行動できるので、円の中心中心に行って、強いポジションっていうのをずっと確保できるわけですね。これはもうズルですね。ずるいことができるっていうのがこの3つのキャラなので、極力入れたいキャラになってきましたね。それがブラッドハウンドが担えるようになったので、今回かなりおすすめキャラとなってます。一番おすすめのキャラですね。で、このブラッドハウンドが、初心者に、かなりいいなっていうのがですね、ランクマッチって結構やると思うんですけど、そのランクマッチって、キル以外にアシストっていうのがあるんですね。例えば一発当てて、味方の人がこの人を倒しきった場合に、自分もキルしたのと、同じポイントがもらえるんですね。アシストポイントって言うんですけど。
それは基本的にはこういう風に一発当てて6秒だったかな、6秒以内とかに、味方がキルしたらもらえたポイントなんですけど、これ実はこのスキャンした後に、味方が倒してもアシストポイントがもらえます。だから例えば初心者の人がまあ割と自分より格上の人と、まあもしランクマッチ以外があったりした場合に、もうこのスキャンをしまくることによって、0キル10アシストと、まあ10キル分ですね、のポイントがもらえるってことも全然あり得るんですね。まあ上限は 5なんですけど、5キル分がまあ上限なんですけど、なんで、すごいこうキャリーされやすいキャラにもなりましたし、もちろん、味方にも貢献できるんですね。ただスキャンするだけじゃなくてね。味方も戦いやすい。自分はアシストポイントももらえる。もちろん自分も戦いやすくはなりますけどね。っていうのがあります。で、あと、このブラッドハウンドの、まあ、初心者におすすめでいいところは、腐らないところですね。このスキャンって、まあ、敵が仮にそこにいなかったとしても、まあ、そこにいないっていう情報が分かるだけでもだいぶ動きやすいじゃないですか。たまに隠れてる人とかもいる場合もありますし、エリア際でギリギリ入れたって時に、もしかしたら後ろから来るかもしれないぞって時に、後ろをスキャンすると。た時に、あ、誰もいないなって。この広範囲見れますからね。で、安心して前だけ見れるということもできますので、腐らない。結構適当に言っても腐らないですね。いや、今スキャンすべきだったでしょうみたいなのはなかなかないですね。あるっちゃあるんですけど、まあ、脳死で使えるっていうのは、これはブラッドハウンドのいいところですね。はい。で、ウルトも腐らないですね。ウルト中はもうどんどんスキャン使えますし、自分も、敵がね、赤く表示されますからね。まあ、一個注意点としては、こちら、敵の位置が丸分かりなんですけど、エイムなくても勝てるっていう動画、以前出したと思うんですけど、そこでも言った通り、敵の位置よりも大事なのは味方の位置なんですよね。なので、結構ね、こうブラッドハンドを使ってると、あ、ここに敵がいるっつって、よーし、いけ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 ってなって、で、自分がダウンして、あれ味方どこ、あ、なんでそんな遠くにいんのみたいな。とか、なんでその敵狙ってんのみたいなこと結構多くなっちゃうので、そこだけ注意ですね。よりね、こう、敵の位置がわかりやすくなるので、敵ばっかり見えちゃうんですけど、敵の位置がわかるときこそ、味方の位置っていうのもしっかり、意識して味方にくっつく、味方から離れない、味方の背中を追うように動くように注意してください。あとついでに言っておくと、まあ初心者さんからするとあんまり違いがわからないかもしれないので聞き流してほしいんですけど、このウルトを使ってる時の視野角っていうのが変わります。これちょっと なんとなく覚えてほしいんですけど、この頭の大きさですね。でウルトを使うと。わかりますかね、画面が引いてるの、ほら。わかりましたかね、これ125度になるんですよね、視界が。こちらですね。今、私は90が一番いいなと思ってやってるんですけど、これが110。まあ、125までいけないんですけど、まあ、どの視覚で、視界の、数値であったとしても、125になっちゃう。まあ、つまり、視界が自分、いつもより広くなっちゃうので、結構当て感っていうのが変わってきます。なので、そこは、注意ですね。敵との距離感がちょっと変わるというのが、まあ、ありますので、そこだけちょっと、頭の片隅に入れておいていただけると幸いです。はい。次におすすめのキャラとしては、前回紹介した、もう本当にルールもわからない、どういう風に打ち合えばいいかもわからない、マップも全然覚えられないっていう人は、ブラッドハウンドの、がまあ他のね味方にピックされちゃったとか取られちゃった時にバンガロールかなって感じですね。一応このバンガロールはですね、アルティメットのこのローリングサンダーっていうのがクールタイムが 4.5 分から3分に減少しました。アルティメットがねたくさん打てるようになったので、まあおすすめってほどでもないですね。あんまりリターンがやっぱ大きくないので、キャラとしてはで、いつか卒業すべきキャラなので、ブラッドハンドの方が圧倒的におすすめなんですけど、まあ、ブラッドハンド取られたとか、まあ、ブラッドハンドがどうしても嫌いだとかいう人とかは、まあ、バンガロールでもいいかなって思いますね。バンガロールの使い方に関しては、まあ、前回ね、バンガロールが最初はおすすめですよっていう動画出してるので、こちらをご覧ください。ただ、何回も繰り返しますが、バンガロールは強キャラではありません。
まあ確かに強い能力を持ってはいるんですけど、それよりもさらに強い能力を持ったキャラっていうのはたくさんいるので、最後まで使えるキャラではないっていうのは覚えておいてください。はい。バンガロールに関してはちょっと今回省略します。で、その次におすすめなのがこのレブナントですね。このレブナントはですね、今一番強いです。間違いなく。このレブナントが一番強いし不可欠なレジェンドとなっております。で、このレブナントがいないともう不利になる。え、レブナントを選ばないの？え、そのパーティーレブナントいないの？っていうくらい、レブナントは必須キャラとなっております。まあ、もちろんね、レブナント抜きで戦ってる強い方っていうのもいらっしゃるんですが、基本的には、まあ、そういう人たちっていうのは、まあ、レブナントを採用しなくても勝てるとか、まあ、レブナントよりもより使いこなせる、その、ベストオテムよりもさらに大きなリターンを提示できる、まあ、キャラ、適性があるキャラを選ぶと。まあ、例えば、パスファインダーがめちゃくちゃ得意だから、レブナントよりも、パスファインダーでめちゃくちゃ得意で、こうね、グラップルを使って立ち回った方が、レブナントパーティーを倒せると。そんくらい強かったら別なんですけど、もう基本的にはもうレブナントは必須です。はい。ですので、まあ、逆に言うとですね、このレブナントっていうのを理解することによって、このエイペックスレジェンズを理解するっていう、まあ、そういう環境でもあるんですね。まあ、それはレイスにも言えるんですけど、今はレブナントの方が重要度は高くなってますね。後で レイスの説明もするんですけど、レイスってのは結構ピック率も今減ってます。かなり最強キャラであることは間違いないんですけど、まあ、ちょっとポータルのね、ちょっと兼ね合いとかもありまして、レイスなしでも、他のキャラが、レイスよりもリターンが大きいキャラっていうのが結構、増えてきているので、まあ、レイス抜きでも、十分戦えるし、レイスなしの方が戦えるっていう3人とかもいらっしゃったりするので、まあ、そこはちょっと前回の説明とは若干変わるんですけど、相対的にレブナントは今一番必須、中心、この環境の中心にいるキャラとなってますね。はい。そんなレブナントですので、理解して損はないですし、使えたらですね、相手がどういう動きをしてくるかっていう理解にもつながるし、どういうことをされたら嫌なのかっていうこともわかります。対人ゲームにおいて、強い人っていうのは相手の嫌がることをする人なんですね。なので、まあ理想としては全キャラ使えるっていうのが理想なんですけど、まあ優先度が高くなるのはレブナントかなっていうですね。こうやって屈伸打ちしながらこうやって打ち合う場面っていうのがあるんですけど、レブナントだったらずっとしゃがんだままこうやって打つみたいな感じでも全然いいんですよね。うん。最初のうちは一回しゃがんで横移動しながら打つみたいな。レブナントの場合はね。それでも全然、強いし、相手からすると下を狙うのって結構難しいので、レブナントがそこは強みとなっておりますね。で、それから、まあ、高い壁を登ることができると。これ登れるか、登れないかなって考えずに、あ、絶対登れるな、みたいな。登りたい壁は大体登れると、レブナントは。はい。これがね、まあ、初心者の人は、どこが登れて、どこが登れないのかっていうのを、まあ、覚えずに済む。ので、まあ、割と、脳死で使えるっていう点でも、レブナントはおすすめです。で、それから、サイレンスですね。まあ、ボンブ代わりとしても使える。この10ダメージ結構強いですし、目の前にこれが来たら結構焦りますし、結構見づらいんですよね、前が。まあ、煙幕のような、スモークのような役割も果たすことができるので、これかなり強いですね。はい。で、レブナントのやっぱりね、最大の、強みといえば、このアルティメットですね。デストーテム。で、これを焚いてですね、これ触って戦いに行きますと。がもう、ほぼノーリスクで、一回死んでも許されるという、バトロワでは、ちょっと考えられないような、とんでもないスキルとなっております。で、これ戦って、まあ、一人落とせたらめちゃくちゃいいですね。これ死にましたってなった時に、体力が、満タンの状態で行った場合は半分で帰ってきます。まあ、つまり、体力満タンの状態で100なんですけど、まあ、50に戻ります。まあ体力だけで言うとプラス50ポイント有利を取ることができるんですね。で、3人ともこのデストーテムを使えば150
相手にレブナントがいなくて、こっちにレブナントがいるっていう状態の時に、まあ、まずノーリスクで突っ込むことができて、かつ、体力差がこっちがプラス150というアドバンテージを得ることができるわけですね。もうこの時点でもかなり強いですよね。はい。とても触りましたと。で、まあ、さっきもやったんですけど、例えば敵倒しましたと。とどめも刺しましたと。で、残り二人がどこにいるかわかんない。で、なんか、周りもなんか騒がしくなってきて、第三のパーティーが飽きたとか、いう時とかにですね、まあ、ちょっとこれは難しいテクニックであるんですけど、あえて、自殺して、ですね、これで自殺して、トーテムに戻るっていう、はい。こういうテクニックも一応あるんで、頭の片隅に、入れておいてください。まあ、結構この状況判断難しいので、基本的には、敵を削りながら倒されるっていうのが、まあ、理想ですね。はい、まあ、倒されないようにしつつ、まあ、全員、殲滅っていうのがもちろん理想ではあるんですけどね。はい。で、レブナントのですね、理想の流れとしては、スキルを当てる、戦う、倒すっていうのが、まあ、理想ではあります。あともう一個の理想としては、例えばこれであと10ポイントぐらい弾が切れましたって時に、これで、とどめさせないか。まあ、これでおまけのポイントとして、まあ、これで倒すこともできます。10ポイント結構でかいんでね。はい。2個投げたら20ポイントあるんで、リロードをするくらいだったら、スキルを打った方がいいって場面結構あったりします。まあ、これが理想ではあるんですけど、今この動画を視聴されてる皆さんっていうのは多分始めたてだったりとか自信がない方ですよね。これが最終形態ではあるんですけど、これをしようとすると、例えばこのスキルを当てるのに必死になってこう当てるじゃないですか。よし当たったって思ってた時に、もう敵、これってもう棒立ちと一緒なんですよ。これ当てる時間って、こうやって狙ってる時間って棒立ちと一緒なので、当てることをあんまり意識しない方がいいです、最初は。はい。まあ、当たればラッキーぐらいですね。まあ、おまけぐらいに思ってください。もうこれはおまけです、スキルは。はい。なので、まあ、こういう、例えば自分も遮蔽物がない。相手からも丸見えっていう状態の時は、撃った方がいいです。だって、撃ったら今170入ったじゃないですか。で、今の時間、例えばこうやって、よし、当てるぞ、当てたってやったとしても、10ダメージなんですよ。まあ、スキルももちろん封じることはできるんですけど、それで倒されたら、あまりリターンとしては大きくないですよね。なので、まあ、当たればラッキーぐらいに考えていいです。し、基本的には、おまけなんで、スキルは。なので、打った方がいい場面っていうのは結構あります。初心者の方でこう、当てようとして、食らっちゃってダウンみたいな結構見ることが多いんで、まあ、自分に遮蔽物があったとしても、こうやって当てようとして、体めちゃくちゃ出しちゃって、こうめっちゃ非ダメージを、ダメージを食らっちゃうっていう人結構見ることがあるので、基本的には撃った方がいいです。おまけです。基本銃の方が強いです。だから、メインとしては銃の方が強い。で、スキルはおまけ。っていう風に考えてください。なので、まあ、グレネードと一緒。って感じですね。はい。グレネードを投げる感覚で、例えばこの、そうですね、例えばここに、まあ、敵がいたとします。って時に、まあ、とりあえず、ちょっと敵が見えないけど、とりあえず、その遮蔽物の裏に投げてみるとか、まあ、そのくらいですね、はい。当てて倒す。倒しながら当てるっていうのは理想ではあるんですけど、スキルは基本的には、敵に当てるようじゃないみたいな。おまけ、当たればラッキーぐらいに思って最初はいいと思います。はい。ということで、シーズン6の、初心者におすすめのキャラ、初心者が使うべきキャラっていうのを、ご紹介させていただきました。もちろんね、モチベーションがもうかなりなくなっちゃいそうだっていう時は、まあ好きなキャラとかも使っていいんですけど、ぜひ、ブラッドハウンド、レブナントあたりを積極的に、最初の方は使ってみてはいかがでしょうか。まあ、しっかりこの辺がね、使いこなせるようになると、エイペックスの理解度っていうのもね、高くなってきますので、ぜひ、使ってみてください。はい。
以上で今回は終わります。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、Twitter フォローなど、ぜひよろしくお願いいたします。生配信もしてますんで、よかったらチャンネル登録して、通知をオンにしていただければ幸いです。じゃあご視聴ありがとうございました。バイバイ。